はい、いつも言ってますけども、合気道というのは、お互いに技をかけ合って、技をかける、そして、受け身を取る、お互いを尊重し合って、稽古をする、そして、自分自身の心と体を鍛えていく、そういった武道です。これだけ多くの方が世界に広がってきているので、正しく多くの方に理解していただきたいなと、間違った形で、広がっていかないことを、ちょっと心配しております。合気道というのは、終わりがありません。で、自分自身で、自分自身を見つめ、そして、やっていく、稽古をしっかりとやっていく、そして、稽古の中では、お互いに尊重し合ってやっていく武道です。自分自身をしっかり見つめ、そして、長くしっかりと稽古していただけたらなと、一回一回の稽古を大切に稽古を続けていただきたいなと思います。